続いてのキャスターさんは松行彩香キャスターです。よろしくお願いいたします。こんにちは。この後11時からのウェザーニュースライブコーヒータイムを担当します松行彩香です。昨日も暑かったんですが、今日も北日本を中心に気温が高いです。また東海地方の雨などもしっかりと見ていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日クロストークをした後に、はい、うん、私もお腹割りたいなと思って、うん、ちょっとやってみたんですけどね。腹筋したの？腹筋してみたんですけど、うん、やっぱり足を押さえてくれる人がいないと私確かに大学時代ほんのちょっとだけジム通ってたんですよ。すぐ辞めちゃったんですけどね。辞めちゃったの？辞めちゃったんです。続かなくてなんかインボディっていうね、なんか体の筋肉量とかを全て測ることができるのを一回測定した時に、うんうん、その日本人の平均とかが出てくるんですけど、うんうん、私人一倍筋肉がなかったんですよ、ね。なんかこう脂肪の塊みたいな。美味しそうでいいと思うよ。美味しそうですか？でもなんか足を押さえる腹筋ってあんまりやんないかも。何をや、なんかあやつさんのそれこそトレーニング動画昨日見た気がします。なんかね、腹筋は腹筋でもね、いろいろあるんだよ。寝っ転がって仰向けになって足を90度上げるのを40回とか、うん、はい、40回。すっごいお腹痛くなるよ。なりますよね。なるなるなる。実際になんかあやつさんのお腹が割れてる写真見たんですよ。見た。本当に割れてるよと思って、いやー戻ってきてほしい。すごいですね。あれどれくらいの期間でお腹割れたんですか？でもね、そんなに長くかからなかったと思う。かからなかったですか？なんか初めて数ヶ月でなんか最初にうっすらこう影が出てくるの、お腹に。へー。でだんだんそこから分かれていくっていうか、溝が深くなっていく感じ。あ、だんだんこう徐々に分かっていく感じですね。そう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 。なんか私もちょっと目覚めて、ね、昨日いきなりサンマとか食べ始めたですね、うん、なんか魚中心になってみたりして。サンマっていいの？筋肉にいいの？わかんないです。なんかお魚の方がいいかなとか思って。あのヘルシーさはね、うん、お魚の方が確かにいいよね。ちゃんとご飯食べなきゃと思って、うん、それこそなんかあやちさんの餃子を作る動画も最近見て見たでしょうっていう餃子を、あ、作ってたね、うん、簡単アレンジみたいな。スタッフさんにストーカーって言われた。そう、なんかせんちゃんってなんか いつも見てるし、なんかいつ LINE してもすぐ帰ってくるから昨日夜 LINE したんですね。なんか結構ね遅い時間だったんですよ。何時ぐらいだったっけ昨日？10時とか。そうじゃないですか。で、明日せんちゃんサンシャインだし、うん、もう寝てるかなって思ったら起きてますよって来て、せんちゃんいつも起きてる起きてるって来て、起きてますよって、起きてますよって絵文字付きで、いつ寝てるの？私でも結構寝てるんですよ。本当？うん、12時間とか平気で寝ちゃうので。え、絶対寝てないよ。寝てますよ全然。それも夢？夢かもしれない。寝てます寝てます。そっか、うん、元気ならよかったよ。元気ですよ、うん。何の話？あ、大ファン大ファンという話。そう、何でもねチェックしてますからね。なんか全キャスターの全番組見てるんじゃないかな。結構あやつさんの見ること多くて、やっぱりね。なんでなんで？なんか私あやつさんになりたく、うん、なりたいんじゃない？光栄です。光栄です。ね、話し方とか、うん、話すテンポとかが、うん、私結構早口になっちゃうので、うん、すごくこう目指す理想像がねあやつさんなので、ね、常にこうやって見てますね。私でもね、高校生の時に文化祭の実行委員長をやってたのね。超ですか？超。でね、それね、ステージの上に立って話さなきゃいけない場面があったの、うん、はい。で緊張してめちゃめちゃ早口になって怒られた。音響さんに。早口になることあるんですか？あるよ、あるある。その時に、あ、私早口なんだってそこで自覚して、ゆっくり話すことをそれから心がけたんだけど、はい、たまにゆっくりすぎるかなって思うこともある。でも私それぐらいがもう憧れなので、うん、私いつもなんか早い早い早いって思いながらねあやつさんのいつも見て研究させていただいてるんですけれども、うん、でもせんちゃんはせんちゃんのらしさとせんちゃんの良さがあるから大丈夫だよ。優しい